はい、皆さんこんにちは。福岡博多チャンネルです。南小島。はい、こちらのチャンネルではですね、福岡博多の様々な情報をできるだけわかりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということで、本日もグルメネタです。本日ご紹介するのはですね、ザ・オノマーケットさんですね。海鮮が美味しいお店になります。はい、それでは早速いってらっしゃい。はい、オノマーケットさんなんですけども、住所的にはですね、天神になるんですよ。なので最寄り駅は一応西鉄福岡天神駅になります。で、表示ではですね、今9分になってたと思うんですけど、多分ね、9分じゃつかないと思うんですよね。10分ちょっとはかかるんじゃないかなと思います。このね、道順通りに行っても多分ね、10分はかかるんじゃないかなと思います。はい。で、小野さんなんですけども、実はですね、多分ね、結構皆さんご存知だと思うんですけども、結構ね、いろんな業態があるんですよ。で、僕もちょっとね、今回調べてみて分かったんですけども、まあ普通のね、今日紹介する海鮮系の、まあ、居酒屋のような業態っていうんですかね、のお店とか、あとね、もっと別のね、別邸小野だったかな、っていう名前とかで、いろんな名前でですね、いろんな業種をされてるんですよ。で、僕が最初に知ってるのは多分ね、舞鶴にあるお店なんですよね。で、そこが多分最初で、で、今はですね、結構いろいろやられてて、で、なんだったら県外でもやられてるみたいなんですよ。で、12店舗あるらしくて、で、博多、天神、中洲、あと舞鶴ですね。で、糸島にもお店があるし、京都にもお店があるらしいです。で、もう一個びっくりしたのが、ブライダルもやられてるらしいんですよ。だから、あ、そこまでやってるんだと思って、なんかフレンチの店があるからですね。だから、もうね、知ってる方は多分ね、めちゃくちゃ知ってると思うんですけども、いろんなところにあります。ただ、名前がちょっと違うという感じですね。僕がね、一番よく言ってたのは、中洲にあるですね、なんて言えばいいのかな、和食のお店なんですけども、そこがね、よく言ってたんですけどね、今はちょっと最近出ないでわかんないんですけども、おすすめです。で、今日ご紹介するのはですね、こちらの親不孝通りのですね、ちょっと入ったところにあるお店なんですけども、多分ね、他にもね、アクセスはいい店あると思うんで、まあここが一番いいとは思わないんですけども、ただここのね、メニューはね、僕すごい好きで、今回ご紹介させてもらうことになりました。はい、こちらですね、ここを曲がったところにあるんですけども、曲がったらもうすぐになります。はい、こちらになります。ザ・オノマーケットさんですね。で、営業時間なんですけども、朝がですね、7時から10時まで。で、お昼はですね、11時から15時までですね。で、夜が、17時から、21時半ですね。この3部制になってます。で、最後ね、夜だけね、ラストオーダーがありまして、21時がラストオーダーになってるみたいです。で、店内なんですけども、手前側にですね、パン屋さんがあったりとか、あと魚屋さんがあったりするんですよ。で、あともっと言うと、九州各地のね、いろんななんか特産品っていうか、なんて言えばいいのかな、この日はですね、熊本の、方の、なんか物産展みたいな感じのやつで、そこの名物が売られてました。はい。で、メニューはですね、こんな感じになってます。まあ、基本的には海鮮がメインなんですけども、中華とのね、プレートとか、あとなんて言えばいいのかな、普通のって言っておかしいね、チキン南蛮とか、そういうね、お肉系のね、メニューもいっぱいあります。で、1個注意点がありまして、こちらのお店ですね、現金が使えないんですよ。で、プリペイドカードか、クレジットか、あとQR コード決済ですね、それしか使えなくなってますので、ご注意ください。はい。で、本日私がいただいたのはこちらですね、日替わり刺身定食になります。ご飯とお漬物、先ほどの明太子と高菜ですね、あとお刺身で、お味噌汁で、塩焼きの魚で、ごまさばですね、こちらは。はい。で、あと魚の煮付けです。これらが全部ついて、あとイカの明太子ですね。はい。これらが全部ついて、1980円です。なおかつ、ご飯、しかも羽釜っていうのかな、で炊いたご飯と、あとイカの先ほどの明太子ですね、こちらがですね、おかわりできます。はい。これだけついて1950円です。結構お得だと思います。ただ1個だけ注意しないといけないのが、これ1日限定30食なんですよ。なので、もしかしたらタイミングが悪いとですね、売り切れてるかもしれません。
で、このお刺身定食にですね、ついてるお刺身の種類なんですけども、説明していただいたんですけども、すっかり忘れてしまいました。はい、メモってたんですけど、多分ね、合ってないです。タイ、サーモン、あと、マグロ、あと、イサキだったかな。あと、サワラ。これはあったと思いますけどね、すごいね、丁寧に説明していただいたのに、僕は、ああって聞いてるうちに終わっちゃいました。はい。わかんなくなっちゃいました。はい。でもね、めちゃくちゃ美味しかったですね。新鮮だと思うし、もしかしたらね、種類によっては寝かせてるのかもしれないんですけども、ちょっとね、甘みが増してるような気がしました。はい。で、こちら、今ね、ご飯おかわり出ますね。で、こちらですね、先ほど言った通り、ご飯とイカ明太子が、おかわりできるんですけども、さらに、ドリンクバーもついてるんですよ。で、まあ、めちゃくちゃドリンクの種類があるかといったらそうでもないんですけども、ちょっとね、珍しいドリンクがありました。今日いただいたのはね、なんだかシソかなんかのドリンクだったんですけど、すごいさっぱりしてて美味しかったです。なんか時々ホテルとか の朝食ビュッフェで出てくるドリンクバーというかドリンクみたいな感じで、僕はねすごく好きだったんですけど、炭酸飲料とかね、なかったような気がするんですよね。だからまあそっちの方をイメージされるとちょっと違うかなというふうに思います。で、ご飯ね、結局僕ね、2杯しか食べてないんですけど、めちゃくちゃお腹いっぱいになりましたね。はい。お刺身でね、ご飯が食べれないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、イカのね、明太子があるんで、明太子でね、全然いけるんじゃないかなと思います。このね、美味しかったですね。イカ明太子が食べられる、どこだったっけな、高尾さんだったかな、確か高尾さんも、あれ、明太子だったかな、食べ放題。イカ明太だったよね、気はするんですけどもね。なかなか珍しいんですね。それだけでも価値があるんじゃないかなと思います。で、手前で売ってたですね、魚とか、あと、土産物みたいなやつですね。あれもね、すごくクオリティが高いんじゃないかなと思いました。はい、ごちそうさまでした。ね、お会計の際にはですね、この札が、お席にありますので、こちらを、レジの方に持ってって精算するっていう形ですね。で、ちょっとね、珍しいなと思ったのが、なんていうんだっけ、立ち飲みみたいなスペースがあったんですよ。こちらですね、こちらなんですけども、それがね、こういうなんか利用の仕方もあるんだっていう感じで。で、お昼からですね、普通にお酒も頼めますし、一品物もね、結構あったんで、まあ、普通にお酒を、昼間から、昼飲みができるような感じのメニュー構成になってますんで。で、お席がですね、ちょっと見えにくかったかもしれないんですけども、二十何席があるんですよ。だから、まあ、広さの割には思ったよりは席数少ないなと思ったんですけど、まあそういうふうな立ち飲みができるスペースがあったりとかするんで、昼間にね、昼飲みしたいなっていう場合はいいんじゃないかなと思いまして、一個ね、注意点なんですけども、これ僕見たわけじゃないんですけども、こちらですね、上が確かホテルになってるんですよ。なので、朝はね、もしかしたら、朝食ビュッフェの会場になってるんじゃないかなって気がするんですよ。なんで、もし朝行かれる方はですね、その点をご注意ください。はい。ということでですね、本日ご紹介したのは、親不孝からちょっと入ったところにある、ザ・オノマーケットさんでした。はい。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。